こんにちは、ミランダかあちゃんです。ユニクロとジルサンダーのコラボプラス J 大人気でしたね。かあちゃんもね、シャツを2枚だけ購入しましたので、今日はプラス J を使ったスタイリングでかあちゃんが気をつけていることについてご紹介します。ジルサンダーさんっていう方はドイツ人の女性のデザイナーさんです。ブランドができた当初からこの方のものづくりの特徴はズバリミニマルです。デザインウィザードデコレーションと言われて、とにかくねごちゃごちゃデザインしたりとか、こうなんかいろいろくっつけたりっていうことをせずに、もう徹底的に引き算をしていろいろそぎ落としたシンプルな服が特徴です。でもね、その代わり素材と縫製シルエットに徹底的にこだわるっていうね、ミニマルシックがこの方のものづくりの真骨頂だと思います。余談なんですけど、本家本元のジルサンダーっていうブランドは今はね、ジルサンダーさんご本人は関わっていなくって、別のデザインチームの方が運営しています。今のねジルサンダーのブランドをかあちゃんもね何度か試着したことがあるんですけれど、やっぱりもともとねドイツ人の女性がデザインしたブランドだけあって、めちゃめちゃサイズが大きいんですよ。ドイツ人の方ってやっぱりこう体格が大きい方が多いですよね。かあちゃんが着て一番小さい32サイズでちょっとね大きいかなっていうぐらいですね。なので結構ね、やっぱり上背があったり、こう肩幅もしっかりあったり、欧米人並みの体型の方じゃないとなかなかねこう着こなすのが難しい服もあるなっていう印象を持ってます。それだけにね、今回ユニクロコラボのこのプラス J はジルサンダー並みのデザインやクオリティの服がお手頃なお値段で手に入るっていう良さはもちろんあるんですけれども、やっぱりねサイズ的にも本家のジルサンダーよりも日本人が絶対着やすいっていう点で、とっても嬉しいコラボなんじゃないかなって思います。かあちゃんが今回購入したプラス J の商品はこちらです。スーピマコットンスタンドカラーシャツのホワイト、そしてストライプの2色です。サイズはね、これ両方 L サイズを購入しました。このシャツね、これ以上ミニマルにできませんっていうぐらいシンプルなデザインです。フロントは日翼仕立てで、第一ボタン以外こう見えないような作りになっています。このボタンが見えない方がフォーマル度が上がって、よりこうドレスシャツに近い雰囲気になるんですね。さらにね、この前立てがめくれ上がって、こう中のボタンが見えないようにこうね等間隔でちゃんとね押さえのステッチを入れてるんですね。この辺のきめ細かさもやっぱりさすがだなって思いました。この超シンプルなシャツ、よりこうジルサンダーっぽく着ようとしたら、もう潔くねシンプルなブラックとかネイビーのパンツですっきり着るっていうのが王道だと思います。ただですね、正直に言います、これ白シャツ足す黒パンツ足す黒い靴だけでスタイリングを完成しまうと、場合によってはちょっと地味かもしれないんです。ジルサンダーそのまま着るとちょっと地味、モデルさん並みにこうスタイルがいいとかね、超美人さんとか髪が明るいこうブロンドとか個性的な赤毛とかね、そういう方は本当にこういうものをそのまま着てもかっこいいと思うんですよ。でも母ちゃんみたいな本当に平凡な顔立ちとスタイルのアジア人だと、どうしてもねこれだけだとシンプルすぎちゃって、なんかちょっと物足りないな、地味かなっていう人になっちゃうんですよね。以前母ちゃんのこちらの動画で、なんだか地味を解消する簡単な方法っていう動画を出しました。その動画の中でベーシックな服は白いご飯と同じですよっていうお話をしました。上もベーシックで下もベーシックだと、白いご飯に白いご飯をおかずにして食べてるみたいになっちゃうわけですよね。この場合ねジルサンダーなので、今回は白いご飯といっても新米のコシヒカリみたいですけどね。なのでこのシンプルな白いご飯の個性をあんまり損なわないように、でも白いご飯にふりかけをちょっとかけるみたいに、
上下ベーシックな着こなしに少しだけ自分らしさをトッピングする何かを入れてあげるといいと思います。トッピングその1、靴で個性を出す。このシューズはね、ジルサンダーのバレーシューズなんですね。こうステッチがクロスになってて、ちょっと可愛いデザインポイントになってるのと、あとね、注目してほしいのがここですよ。この足首周りのシルバーの輪っか、これね、これがあることでなんかこう両足にアンクレットをしているみたいになります。アンクレットって普通両足につけるってなかなかしないじゃないですか。足首ってこう歩いてて常に動いてるパーツですよね。なので足首がキラッとしてると細いんですけど、なかなかこのパーツ目立つんですよね。つまりジルサンダーのブランドさんも、うちの服はミニマルですから、こういうちょっとしたパーツで個性を出してくださいねって言いたいんだと思います。これ派手なのは足首周りだけで、あとはこうスクエアなつま先と、それからかかともすごくスクエアなんですよね。ですので全体的にとっても直線的でシャープなデザインです。クールなジルサンダーの服にはすっごく合いそうで、これ見た時、母ちゃんこの靴はすっごくジルサンダーらしいなって思いました。靴で個性を出すの例をもう一つご紹介しますね。母ちゃんだったらこのシンプルな服に、じゃじゃん、真っ赤なマルジェラの旅ブーツを合わせちゃうと思います。このね、旅っていうすごくユニークなデザインと、あと真っ赤っていうね、色で個性を出したいと思います。靴を買う時ってね、なんとなくこうついつい無難な黒とかブラウンを買ってしまう方が結構少なくないと思うんですけれど、もしね、あなたがお持ちのお洋服がベーシックなタイプのお洋服が多そうでしたら、靴はね、ちょっとパンチの効いた色とかデザインものを持っているとすっごく使えると思います。でね、そういうものって割とみんな手を出さないので、結構ねセールで残ってたりするんですよ。なのでこれからの時期のセールで狙ってみるのもいいと思います。服がシンプルな時のトッピングその2は、アクセサリーで個性を出す。お洋服がね、やっぱりシンプルな時はアクセサリーはズバリ2割増しだと思ってください。こちらのね、シルバーのアクセサリーはマルジェラのものです。結構こう体の中心に下がるタイプなので、母ちゃんはシンプルな白シャツとかタートルネックセーターの時によくつけます。あとはこういう太めのバングルとかね、これはティファニーのボーンカフです。なんかこう一つでガツンと存在感が出るアクセサリーですよね。母ちゃんは体が大きいので、お洋服がシンプルな時は大ぶりのアクセサリーをつけるか、または少し小ぶりのアクセサリーだったらたくさん重ね付けするようにしています。アクセサリーの大きさとか数っていうのは、あなたのこう体の大きさとのバランスを見ながら調整してみてくださいね。服がシンプルな時のトッピングその3は、スカーフやストールで個性を出す。こういうね、シンプルコーデの時こそ生きてくるのがスカーフとかストールでございますよ。さりげなくね、巻きたい方はこういう細いツイリータイプがいいんじゃないかなと思います。首元からちらっとネックレスが見える感覚でさりげなく巻く使い方だったら、大げさすぎないで気軽にチャレンジできると思います。あとですね、シルクの分厚さがちょっとボリュームが出すぎて苦手だわっていう方は、コットン素材のストールも結構おすすめです。これはね、かなり前にコスで買ったストールなんですけれど、薄手のコットンなので、結び目がね、こう巻いてもげんこつみたいに大きくならないので、すごく巻きやすいんですよね。ストールの動画でもやりましたけれど、ストール巻くときはこうやってまっすぐに持つんじゃなくって、対角線この角っこを持っていただいて、ちょっと巻いてみますね。こんな感じでこの輪っかからちょっとだけこれ出すでしょ。でそれの中にスポンとこう入れるだけなんですけど、無造作にやって全然大丈夫だと思います。ちなみにね、コスって H&M のこれお姉さんブランドなんですけど、割とね、
母ちゃんの個人的にはですね、割とジルサンダーに雰囲気が似てると思います。なので今回プラスジェでお洋服を買ったけど、それに合わせるお洋服どんなものがいいかしら、なんか欲しいわっていう方はぜひね、コスを覗いてみてください。オンラインストアもあります。あとね、こういうねストールとかマフラーもすごく素材がよくってリーズナブルなお値段のものが多いので、母ちゃん結構好きなブランドです。あとはですね、スカーフ使いに慣れていらっしゃる方はエルメスの彼みたいなね、こういう存在感のあるものを使うのは今でしょう。こんな感じのね、華やかなスカーフをこう華やかに巻いて、スカーフが主役のスタイリングにしてみるのも素敵だと思います。もう一つは防寒も兼ねてストールですね。去年こちらの動画で紹介したカシミヤストールで、こちらのグローブはコスです。まあ、カシミヤストールちょっといいものだと、きちっとしたボリューム感が出るのでコーディネートに厚みが出てきますよね。まあ、今回このストールが黒なので、グローブでね色を足してみました。ストールかグローブのどちらかにこう色を入れて、ちょっとパンチの効いた色を入れて、コーディネートしてみるのも素敵だと思います。シンプルな服はこの服をあなたらしく着てくださいねっていうデザイナーさんからのメッセージです。だからただ服を着るんじゃなくって、その服でどんな風に自分らしさを出すかがミニマルシックの本当の楽しみだっていう風に母ちゃんは思います。あなたもぜひ自分らしいおしゃれを楽しんでみてくださいね。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。もしこのチャンネルがお気に召していただきましたら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてチャンネル画面のベルマークを押していただくと、新しい動画がアップされた時にお知らせが届きますので、そちらも合わせてお願いします。最後に今日の母ちゃんのコーデ紹介です。これね、ものすごく大きいの。ほら、丈こんなでね、こんなに長いよね。それとね、袖もね伸ばすとほらこんなに長いの。これお化けの九太郎の博士みたいな感じ。あ、知らない。これこのまま着るんじゃなくって、ちょっとここまでね託し上げてしまって、ここにたっぷりとこうドレープを取って着るのが大好きです。ジレはジャストジョイの X ラインロングジレ、パンツもジャストジョイのダックワイドパンツです。ジレとパンツのこの2つは12月11日発売となります。それじゃあまたね。